5年生の皆さん、こんにちは。今回は5年生の国語、漢字の成り立ちについて学習します。漢字の学習ですので、漢字辞典が家にある人は準備をしてください。また、途中問題を解きながら漢字の成り立ちについて調べていきますので、必要に応じて一時停止をして画面を止めながら学習を進めてください。では、よろしくお願いします。教科書は34ページからです。さて、皆さん、この文字はある漢字の昔の形を表しています。形をもとに今の漢字を考えてみましょう。少し崩すとこのような形になります。はい、これは魚という漢字の昔の形でした。次にこちらです。こうすると簡単にわかりますね。これは車という漢字の昔の形です。漢字は今から3000年以上も前に中国で生まれました。最初は先ほどの魚や車のように物の形や様子などを絵のように描いて表していました。それがだんだん変化して今のような形になりました。またそれらの漢字を組み合わせることで新しい漢字が次々と作られました。そこで今回は漢字がどのように作られてきたのかを調べていきたいと思います。漢字がどのように作られてきたのか、その成り立ちは大きく分けて4つあります。1つ目は、目に見えるものの形を具体的に描いたもので、これを象形文字と言います。2つ目は、目に見えない事柄を印や記号を使って表したもので、これを指示文字と言います。3つ目は、漢字の意味を組み合わせたもので、これを解意文字と言います。最後、4つ目は、音を表す部分と意味を表す部分を組み合わせたもので、形成文字と言います。それでは、それぞれを詳しく調べていきましょう。まずは、象形文字です。象形文字は、目に見えるものの形を具体的に描いたものです。例えば、このように、馬、山、そして手のように実際に見えるものの形を漢字に表したものです。これ以外にも、門、火、川なども象形文字になります。次に指示文字です。指示文字は目に見えない事柄を印や記号を使って表したものです。例えば、あるものが上にあることを示し、それを線で表したもの、これが上という漢字になり、あるものが下にあることを示して下という漢字になりました。また、木の根元の印を示して元を表しました。これ以外にも漢数字の1、2、3や中などが指示文字にあたります。目に見えない事柄を印や記号にうまく表した漢字ですね。次に解意文字です。
会意文字は漢字の意味を組み合わせたものです。意味を合わせたと覚えると良いかもしれません。それではこれらの漢字を組み合わせてできる漢字一文字は何でしょうか。少し考えてみてください。まず、鳥と口を組み合わせてできるのは、鳴くという字です。そして、木と木を組み合わせてできるのは、そうですね、林という漢字です。それでは、人と木を組み合わせてできた漢字は何でしょうか。答えは、休むという漢字です。これは昔の人は木に寄りかかって休んでいたことからこのような感じになったと言われています。それでは問題です。木と木と木、木を3つ組み合わせてできる漢字は何でしょうか。簡単ですね。最後に4番目の形声文字です。平成文字は漢字の成り立ちの中で最も多いと言われています。形成文字は音を表す部分と意味を表す部分を組み合わせたものです。漢字のどの部分が音を表し、どの部分が意味を表すのかを考えていきましょう。この漢字では水色の部分が音を表し、ピンク色の部分が草の意味を表す部分になっています。次の漢字はこの部分が音を表し、左側の手辺が意味を表す部分になっています。最後にこの漢字は右側が音を表し、左側が意味を表す部分になっています。それでは、これらの漢字のどの部分が音を表していて、どの部分が意味を表しているかを考えてみてください。はい。先ほどと同じように色分けをすると、このように青の部分が音を表し、ピンク色の部分が意味を表す部分になっています。ですので、これらの漢字は、この青い部分の読み方がその漢字の音になっています。それでは、ここまでの学習を生かして、次の漢字の成り立ちを漢字辞典を使って調べてみましょう。漢字辞典が手元にない人は、自分の力で考えてみてください。それでは確認していきましょう。まず、犬という漢字ですが、これは動物ですね。このように、犬の形を具体的に文字に表したものですので、象形文字になります。次に、待つ、末という字ですが、私の漢字辞典では、木の梢の先を印でここですよと指し示したものと書かれていて、細く小さな足のところを表しています。ですので、指示文字になります。次に、明るいという漢字ですが、こちらは、日と月、どちらも照らす、明るくするものを表していますので、会意文字になります。最後に、生という漢字ですが、
音を表す部分と意味を表す部分に分かれますので、形声文字になります。さて、今回は漢字がどのように作られてきたのか、その成り立ちを調べてきましたが、漢字の成り立ちは大きく4つに分けられることを学びました。皆さんは漢字の成り立ちについて理解を深めることができましたか？最後に5年生の皆さんにぜひ取り組んでもらいたいことをお伝えして終わりにします。漢字辞典を使って皆さんが知っている漢字の成り立ちを調べてみてください。今回学習した象形文字には他にどんなものがあるのか、また指示文字は他にもあるのか、そして自分の名前に使われている漢字は今回学習した4つの成り立ちのどれにあたるのかなど、漢字辞典を使って調べてみてください。きっと多くの学びや気づきがあると思います。それでは皆さん、さようなら。